こんばんは。やってゆなです。イエーイ。眠すぎてやばいわ。こんにちは、こんばんは。何ですかね。なんだろう、なんか舞台の千秋楽の話はもうちょっと人が来てから喋ろう。15分配信の残り5分ぐらいで喋ろうかな。こういうお目目。最初の方何しゃべる？みんな。なんだろう。なんだろう。私マジで今頭全く動いてないから。いや、本当なんだろうって言ってるけど何にも考えてないから。本当に申し訳ない。ちょっと頭マジで動いてない。すいません。マジでなんだろう。こっちからは特にないんだが。皆さんからあります。ステージファイターへ行きましたって。ステージファイターって誰だっけ。あ、やばい、顎またいっちゃった。ステージファイターって何でしたっけね。昼ご飯食べましたか。食べました、ラーメン。 ラーメン食べ、買ってきたラーメンを食べました、さっき。何ラーメンか忘れ、分からん。でも美味しいラーメン。鶏ガラ。あ、ほんと、鶏ガラやって。鶏ガラやって。美味しいんですよ。それを食べました。イエーイ。札幌でラーメン食べたい。札幌ラーメン食べたの？めっちゃいいじゃん。私も昔大学司会行った時に、あのね、北海道でラーメン食べて、その握手会会場で。めっちゃ美味しかったよ。めっちゃ美味しかったよ。千代ねえなも結局見てみた。あ、千代さんの回も見たんですか？私も見ましたよ、配信で。普段インスタントラーメンを食べる。全然食べる。マジでインスタントラーメンとかインスタント焼きそばとか、マジでハマる時はめっちゃ食べてた。とか、なんかインスタントのスパゲッティ、なんだっけ、冷凍スパゲッティとか、なんか美味しいやつとかめっちゃ美味しくて、一時期すごいハマってめっちゃ食べてた時期があった。なんかハマるとマジで食べるっていう私のこの習性があるから、そう、なんかめっちゃ美味しくて、じゃあ他のやつも絶対美味しいやんと思って、結構いろいろ食べてたりとかしてた時期もありましたね。最近ちょっと食べてないんですけど、ここ1週間ぐらいは食べてないけど、でもなんか食べるときは結構食べます。あ、春太郎さん、織姫タワーありがとうございます。高さん、織姫じゃなくて間違えた、誰だっけ。織姫と彦星だ。彦星タワーありがとうございます。嬉しい。あー、ユミゴンさん、飾りタワーありがとうございます。これで揃ったですね、3人。
あれ、三人官女とかってあったっけ？あ、違うな、それは。それひな祭りや。違うわ。七夕は二人か。七夕は二人やって、間違えたわ。3体ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございました。パスタ何系が好きなの？クリーム系オア和風です。はい、それが好きです。千秋楽おめでとうタワーかな、3人なあかな。ありがとう。ウェビーマン、そうなんですよ。12日がサムネイル公演で、14日がチームフォーダーのイベント出るんですよ。来てね、みんな。イベントだから明日はサムネイル、2人すごいことになった。サムネイル公演を一生懸命起こしたいと思います。もう明日しか起こす日がないので。やばくない？ 1 日で起こせるかな、全部。ちょっと不安しかないけど、まあとりあえず頑張ります。 でもサムネイル公演さ、12日ってさ、18時からだよね。18時か18時半か、どっちやっけ、忘れちゃった。どっちやっけな。18時半か。ああ、18時半か。おお、そうかそうか。じゃあ、午前中じゃない。ゆっくり寝れますね。嬉しい。明日ね、本当はね、レッスンだったんですよ。今日もレッスンだったんですけど、明日もレッスンだったんだけど、結局ね、今日レッスンやったから、明日のレッスンはなくそうってなって、明日のレッスンなくなったんですよね。だから明日はね、サムネイル公演をね、もう起こせる。すごい嬉しい。引っ張りだこだね、だって。そんなにタコじゃないけどね。あ、なんかもう一つタワー立ててきたよ。ちょっと待って。ワイマツさん、織姫タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとうねー。ありがとうございます。明日はだからお家で、だから11日はお家で歌とダンスをとりあえずやって、で12日の本番にちょっと早めに劇場行って、立ち位置覚えようかな。立ち位置覚えようかなっていうか、立ち位置立ってやってみようかなって思ってるんだ。明日の静岡公園行くとか口が裂けても言うのに、だって。じゃあもう口裂けてんじゃん。ドンマイドンマイ、病院行っておいで。口裂け男になっちゃうよ。14日のイベントは、だって。何？14時のイベントはだって。どういうこと？14時イベントあるよ。出るよ。ちなみに8月20日から、これも出ます。16人かな、あれは。なんか
フォーとかなんかそういうのが混ぜ込みになってるやつです。なんかのいろんなやつです。いろんなやつです。たったかたったかたーん。めっちゃ行きたかったな、ナナさんのソロコン。行けなかったわ、レッスンがあったからショックやな。とっても行きたかったんですね。うーん。あ、マーニャンさん、織姫じゃなくて間違えました。彦星やタワーありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。波動とかいつ出るんかなってわからないですね。波動出れるんですかね。まあでも絶対1回は出れるはずなんですよ、メンバー。そう、出れるはずなんですけど、ちょっとわからない、出れるんかな、いつかわからない。私さ、 AKB 最近聞いたもさ、マジで全然さ出たことないからさ、すごい遠い番組、自分に遠い番組すぎてさ、あんまりなんもないんだよね。あれ、私マーニャンさんタワーありがとうって言ったっけ、うん、あ、言ったか。オッケーオッケー。このタイミングでエナさんが行けじゃんでんのって、そんなことってある。だってうん、あるある。14日じゃなくて、間違えた、12日に出ますよ。ピンク色が好きやの。あ、もちもち大好き、めっちゃ好き、可愛いでしょ。え、ちょっと待って、今ね、順調に見てるんですよ。そんなね、一気に言わなくても大丈夫です。見てますんで。今、探してるんですよ。え？ないんだけど。え？あ、あった。メトロポリスさん、クマさんタワーありがとうございます。すごい、もろかぶりしてて何にも見えなかった。コメントで探、コメントじゃないわ、コメントが、コメントで探してました。ありがとうございます。あ、近いしーさんも飾りタワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう、飾りタワーありがとうございます。すごい、なんかもうここに集結しすぎて何が何か全然わからないけど、すごくとっても綺麗。ギューってなってるけどギューってなってて、何が何か、なんかかぶりすぎてわからんけど、綺麗、ありがとう。謝罪タワーだって受ける。何、12日来なくて11日当たっちまったからか。それは大それた謝罪だぜ、ベイベー。謝罪じゃないよ、滞在、たら滞在だぜ。でもいいよ、許してあげよう、優しいから。私はあー、しんどさん、織姫タワーありがとうございます。ありがとう、しんどさん、オリヒメありがとうございます。ユイナが優しいとは、だっては、優しいだろうか。何言っているんだ。あ、怖い怖い。綺麗だって、嬉しい、ありがとう。いつも優しいんだね、だって。そうだお、そうだお。
私は私に優しい人は優しいですよ。道なんです。あれだわ、それこそ今回のせい、私嘘つく人とかほんとダメで セリフ、今回のセリフ、こういうセリフがあるんですよ。あー、地道な走り屋さん、なんだっけ、あ、ちょっともうほんと頭が寝てるわ。飾りタワーありがとうございます。地道な走りさん、ありがとうございます。あー、地道な走り屋さん、織姫じゃなくて間違えた、彦星タワー。あー、ありがとうございます。あー、地道な走り屋さん 織姫もありがとうございます。まさかの織姫と彦星と飾りっていう、この今回のイベント期間シーズンの、何？このイベントタワーを全部くれたわ。ありがとうございます。嬉しい。あら、まあ。嬉しい。ありがとう。あ、そう、マリアのセリフ、さっきの。そう。そうだよ。そのまんま言ったんよ。そう。親父ギャグ？親父ギャグ？全部くれたわーって。そんなこと言ったっけ、うち。うん、ちょっと何喋ってたかあんまり覚えてないわ、ごめんよ。喋 ってたっけ そんなこと言ったっけ、自分。言ったとしても狙って言ってなかった、ごめんよ。そう、今日ね、千秋楽だったんですよ、舞台の。まあちょっと B チームが大千秋楽だったので、まあ A チームはつっても私しかいないんだけど、 A 私だけは一人だけね、12時の部が千秋楽っていうことで、ちょっと皆さんより先にあれさせてもらって、まあちょっとその後レッスンがあったからね、この大千秋楽見ることできなかったんですけど、一応ね、配信でね、もう見ました。すごいなんか大いに、すごい工場長、まあ大いにネタバレは言えないけど、工場長のとことか結構ね、無茶ぶり、すごい無茶ぶり。もうなんか最後だから結構なんか、その私が昼の時になんかみんなのアドリブをみたいな感じで言ってたの、なんか本当にみんながね、いろいろね、結構千秋楽だからいろいろやろうみたいな感じで、すごい話してるのをちょっと聞こえてたから、そう、なんか大千秋楽は結構みんな気合い入れて、なんか今までの総集編みたいな感じにしようみたいな感じに言ってたから、そう、ゆきちゃんのさ、服とかも全部だったりとかさ、その工場長でもさ、無茶ぶりとか、結構あそこのシーンがすごい長くなってたりとかさ、してたりとかしてて、すごくなんかボリューミーになってて、すごい面白かったです。なんかいろいろと、そう、なんかなってて、めっちゃ面白かった すごい、なんか例えば、まあ、C って言うならば A と B があったとしたら、 A は割と、そうだね、まあ、今回のその大千秋楽と千秋楽、まあ、今日の千秋楽日、まあ、比べて C って言うなれば、まあ、私のやつはもう基本的にそのまんまって感じかな。アドリブのところはアドリブしてるし、アドリブっていうか、そのここはもっと変えていいよみたいな、好きなように遊んでいいよ、例えば工場長のとことかもそうやねんけど、なんかそういうところを変えて、結構まあその忠実にと言いますかな感じで、 B の方はもう本当にコメディーに振ったっていう感じがすごくしました。私がそのね、 B の公演を今日のね、大千秋楽しか、B は大千秋楽しか配信がやってなくて、そう、 A はね、やってたんですけど、その前に。でも B が、そう、今日しか、千秋楽しかやってなかったから、今日初めて見たんですよ。
やっぱ絶対稽古場と違うじゃん、みんなどんどん乗ってきてさ、みんないろいろ遊び出すわけじゃないですか。だから初めて舞台に立ってる A と B を見比べた時に、そうですね、 B の方がすごいコメディ要素が全体的に強かったかな。まあ多分千秋楽っていうのもあってすごい気合をみんな入れて多分演じてたっていうか、なんかそういうやってたって感じ。すごい、まあそもそも千織さんとそのもあの AKB、 今回出てる AKB メンバーが基本みんな仲がいい人たちなので、すごい面白かったですね。まあ、私のやつは割とまあ普通っていうか、 B ほどコメディーにはやってないかな多分私はそこまでコメディに振ってないんですよ、トーコちゃんがね。そう、私は結構そうですね、割と佐野さんに教えていただいたものを大切にしつつっていう感じで結構やってたかな。だから私はあんまりコメディ要素はなかったです。他のキャラクターのコメディ要素がすごい強かったので、私はあんまりコメディに振るっていうことはしてないかな。そのまま割と台本通りの台本のセリフを変えたりとかは特にしてなくて、台本のセリフを、ちゃんと言って作ってるって感じかな。だから結構どっちも見てもすごくお互いの良さがあってとてもいいと思います。2つ見てくれた人がどれぐらいいるのかちょっと分かんないですけど、結構今回は頑張ってちょっと嫌味っぽい感じでっていう風に頑張りました。はい、相変わらずハレンチ先生時並みに声が高かったですね私自分で言って、あの自分でセリフ言ってる時はあまり声が高いっていう感じはすごいしないんですよ、自分で喋ってるからしないんですけど、でもやっぱ大きい声をね出そうとすると、やっぱだんだんキーが上がるのか知らないですけど、結構高いとこは高かったですね。でも頑張ってね低くしてるところはあってたんですね。だから高いとこが割と私が大きく喋ってる普通のキーなんですよ、一番多分声が通るキーなんですけど、でもなんか割と頑張って強弱つけるためにちょっと低く言ったりしているつもりだったの自分ではね、あんまりそんな低くなかったねなんだよね、結構低く喋っててなんかキーを下げて言ってるから喉がうーってなったりとかしたんだけど、多分自分がパーンって通るキーとちょっと下げてあのるキーとで、まあ大きい声出さないといけないじゃないですか、そこ劇場でマイクがついてないので地声をっていう基本的にそうなので、そうだからね結構喉死んだねでも割と頑張って声の強弱っていうか声の高さ低さとかも一生懸命ちょっと意識して今回は作ってみましたまあなんか今日の千秋楽の配信見たんですけど、自分のねなんかちょっとあんまり上手じゃなかったやっぱりなんか前半の方の2回公演を3日続けてたりとかやっぱしてた時の方が
若干セリフの言い方、自分がしっくりくる、なんでね、客観的に見た時にしっくりくる言い方もやっぱり何個かあったかなっていうのはすごく思いましたね。後半が私、後半の1週間ぐらいかな、1週間？後半の5日ぐらいかな、2回しか出てなくて、そう、だからちょっとなかなか戻そうと、ちょっとあんまりね、上手にいかなかったところもあるんですけど、まあでも、でもね、まあ、楽しくやれたからいいかなと思うんですけど、ちょっと緊張してましたね、私。ちょっと緊張しましたね、今回。やっぱり今までだとほぼ毎日、それこそキスバイトの時とか毎日やってたから、そんなね、緊張もしなかったし、まあ、別にそんなめっちゃセリフ喋るわけでもなかったから、セリフ少なかったんで全然あれだったんですけど、なんか今回はすごくたくさんセリフも喋ってるし、まあ、ある程度の感覚でずっと出てるキャラクターだったので、で後半ちょっと間が空いちゃったっていうのもあってね、なかなかちょっとね、難しいなって思いましたね、やっぱり。なんか見てて、ああ、ここがちょっと違うなーって。ここはもうちょっとこういう言い方した方がよかったなーってちょっと 思いました。なかなか難しいですね。そう、なんかこれ DVD とブルーレイかな、もあるらしくて。なんかどこの日が収録されるかちょっと知らないんですけど、大体多分配信があった日の、私の場合だと3公演あるんですよ。で、多分しおりさんは1回しか配信がなかった方で、大千秋楽が多分収録されると思うんですけど、でも多分大体基本的にああいうのって千秋楽は初日なんですよ、 DVD で収録されるのって。で、初日なかったから、多分千秋楽のが多分収録されると思うんですけど、今回ダブルキャストだったんで、多分 A も B も入ってると思うんですよね。さすがにどっちかだけってことはないと思うんですけど、わかんないですけどね、ちょっと知らないんですけど、その辺のあれは。そう、ちょっとでもさすがに A と B ダブルキャストでやってて、どっちかだけってことはないと思うんですよ。それで多分どっちかだけだったら、ちょっとさすがにね、って思ってから、そういうことはないと思うんですけど、どうなのかな、その辺はちょっとあんまりわからない。さすがにダブルキャストで片方だけとかってそんなことって今までありましたっけ？今までのダブルキャスト仕様の何かってあったっけ？ないよね。なかったっけ？エイトのさ、DVD 化されてるやつとか。なんかさ、ゲストが。制服のワあ、あれンワン DVD ないやろ。あれはダブルキャスト。でも DVD があるやつ。で、あと、なんか今までダブルエイトのやつとかって DVD 化されてるじゃないですか。ダブルキャストで両方面ないことって絶対ないですよね。だってどっちのファンの人も買うわけやん。だから多分、両方とも入ってると思うんですよ。入ってなかったら多分最初から言ってると思うんです、思いますし。そうだからね、どっちかだけってことはね、何もないと思います。ダブルキャストなんで、両方とも入ってるかなっていうふうに。
まあ、ちょっと私わからないですけどね。買ったのに映ってなかったら泣くわ。だってそれはないと思う。あとね、特典って何あれ、前ちゃんと本編とちょっとちょっくらメイキングもあり、メイキングじゃないな、なんて言うんだろう、特典映像みたいなのもあるらしい、ありますよ。なんかそれは映ってる。何飲んでんの？だって。カルピス。いや、裏側じゃないけど、まあなんかそれは見た人のお楽しみですね。あのね、別に裏側とかじゃない、全然メイキングは、メイキングっていう言い方が悪かったね。なんか特典映像っていうのがあります。ナノをやって、まあそういうことです。あ、そうそう、それ用に収録したやつです。それがあるので、でめっちゃ面白い、千織さんのおかげで面白くなったので、よかったら DVD ゲットしてくださった方、楽しみにしていただけたら思います。失敬。今日とておでこが全開ではげ散らかしてるので、ペペン。もうこの辺が産毛ちゃん、一生毛伸びないんだけど、引っ張りすぎて。めっちゃかっこいいやろ、今日。オールバック。ダンスうまそうって言われた妹に、これでレッスン行きよったら、妹に「わあ、今日のねんねダンスうまそうに見える、ダンスうまそうな人に見えるよ」って言われた。しかもさ、メイクがもう落ちてきてさ、目の下めっちゃ黒いの。この分かる、涙袋がさ、もう黒いやん、メイクがもう落ちてきてさ、だって今日舞台やってレッスンしてるから、もうドロドロになってるからさ。でもこれでも直してんで、白いの塗ってんけど、もうねダメ、落ちてきとうわ。でもライト当たった時大丈夫。ね、そうだからさ、ちょっと目の周りがこう黒いやん、いつもみたいに白ピンクキャーって結感じじゃない構濃くやん。見えるやん。そうだから目の周りがよく濃く見えるから、ちょっといい感じにロッキーに見えてんじゃねえかねって思います。どうですか、ロッキーに見えておりますか？ダンスうまそう。そうやん、ダンスうまそうに見えるわ。どうしよう、見かけ倒し。マイカー大丈夫。え、全然やで、マジでくっそ下手くそすぎて、本当な、悲しなってくるわ。うまくなったよ。なんで前の話してんの。ヨッピーさん、お城タワーありがとうございます。ありがとう。舞台のメイク、ああそう、メイクも髪も全部自分ですよ。今回の舞台は舞台によります。メイクさんが、あ、それこそこの間のキスバエイトとかはメイクさんいらっしゃったんですけど、今回のメイクさんいらっしゃらないので、全部自分ですね。
目にゴミ入りました。痛いです。どっか行きました。よしちゃん、ちょっとそれぼちぼちぼち終了にしようかなというふうに思います。はい、というわけで竜宮城みたいなんて、確かに。あれ竜宮城やっけこれ、違うな、それ違うわ、間違えた、天と地あったわこれな。全然違うかったわ。今日は早く寝れそう。今日はスピースピー。いや、分からんよ。一周回ってさ、寝られへんわとか言うておそう、風呂入っ夜。たら目覚めてそう。絶対そうやで。今もうめっちゃ眠たいけど、お風呂入ったらめっちゃキーンってなって、あかんわ、寝られへんわとか言って、割と早めにベッド入るけど、だいたい3時ぐらいまで起きたら絶対寝られへんわとか言いながら。いつもそうなんよな。それかもう爆睡スーって寝るかのどっちか、おやすみスーどっちか、マジでこの、マジでこの2択。白目なってた。あ、映ってないわ。よかった、またファンの人にブサイク言われてしまう、かわいそう、アイドルやったわ自分。よーし、じゃあランキング読みますよ。13位か、あ、これどうやって見るんだっけな、あ、こうだ。カズさん、先週はお疲れ様、高音ボイスが心地よかったよ、なんて。あ、用はなかったわ。ありがとうございます。12位、サングラスの親父さん、プリンで打ち上げした、だって。おー、おめでとう。11位、ヤングさん、千秋楽お疲れ様、配信で再開全部見たよ、だって、ありがとう。10位、ユミゴンさん、トウコちゃんとっても良かったよ、だって、ありがとう、嬉しい。9位、タカさん、千秋楽お疲れ様、だって、ありがとう。8位、マーニャンさん、千秋楽のトウコさん本当に楽しそうだった、だって、あ、本当に良かったです。7位、ハルタロウさん、千秋楽お疲れ様、コウマヤはユリナの夢を見たのだ、だって。頑張れ。いや、枕元に私の写真を置いて、寝る前は私用の動画を見て、脳みそに私を叩き込んだら夢に出てくるかも。どんな形かは知らんけど、ユリナが迫ってくるかも。この巨人、巨人みたいになって、ユリナがこうやって、それでこうやって潰される夢かもしれん。6位、しんどさん、千秋楽お疲れ様、だって、ありがとう。5位、ワイマツさん、トウコちゃんお疲れ様でした、だって、ありがとうございます。そうだ、そうじゃん、今回はね、そうですよね、ゆかるんさんも出てるから、もう超お得な舞台だったと思います。4位、メトロポリスさん、ありがとうございます。3位、ヨッピーさん、感想よくできましたって。いや、本当に今ね、だいぶまたね、コロナさんが流行ってきてて、どうかなと思ったんですけど、なんとかね、無事に完走することができて、すごく嬉しいです。まあ、このままね、頑張って体調管理気をつけたいと思います。夏バテせずね、今んとこ夏バテせず、マジでちゃんとご飯食べてる、おわ食べ過ぎてるので、今んとこ元気にこの夏乗りす、の、乗り切れそうだなって思ってます。そして2位、千秋楽お疲れ、あ、間違えた、千秋楽お疲れ様さんみたいになっちゃって、間違え、名前言うの忘れた。2位、近いしーさん、千秋楽お疲れ様、ってありがとうございます。そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。千秋楽お疲れ様、アンドありがとう、だって、こちらこそありがとうございます、嬉しいございます。そしてですね、タワーを立ててくださった方々なんですけど、ちょっと待ってくださいね、これ絶対さ、反映がさ、あー最悪だ、見て、最悪、なんならタワーなんてヨッピーさんしかもうないわ、これ、見てよこれ、もうスクロールすらできん、最悪や、
悲しい。何タワーかも分からへん。とりあえず1位の地道な橋屋さんが3本なん。3111111111110位までかな。違うか、ユミゴンさんまでかな。なんかこれ タワーがさ真ん中に集結しすぎとってさ、何本とかももう数えられんからさ、あれなんやけどさ、誰までかわかるかな、みんな。あれもわからん。ユミゴンさんまでかなって思うね。そうよな、うちもそう思う。あ、ランキング変わった。いやでも変わったとしてもね、ユミゴンさんまでな気がする。あ、ユミゴンさんまで。オッケーオッケー、やった、ユリナちゃん正解おめでとう。というわけでユミゴンさんタワーありがとうございます。マーニャンさんタワーありがとうございます。ハルタラさんタワーありがとうございます。シンドさんタワーありがとうございます。ワイモツさんタワーありがとうございます。どこまで読んだっけな。ワイモツさんタワーありがとうございます。メトロポリスさんタワーありがとうございます。ヨッピーさんタワーありがとうございます。スカイシーさんタワーありがとうございます。そしてですね、今回3本もタワーを立てて3本もタワーを立てていただきました。地道な走り屋さんありがとうございます。タカさんもですよ。あ、タカさんもですって。あ、タカさんもタワーありがとうございます。はい、というわけでですね、本当に皆さん、あの千秋楽無事に完走することができました。どの配信も全部、どの配信じゃないわ、劇場にね足を運びせてもらってる皆さん本当にありがとうございました。というわけでですね、あのそんな感じです。あの配信見てくださった方もありがとうございました。次はですね、12日のサムネイル公演でお会いできる方、14日のチーム4のイベントでお会いできる方、楽しみに待っていますので、ぜひそちらでね、まだまだ夏だぜイエーイって感じで頑張っていきたいなというふうに思いますので、ぜひよかったら遊びに来てください。それでは今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信はちょっと何時にやるかわからないですけど、明日の配信もぜひ遊びに来てください。というわけでまた明日、またねー、バイバイ。あ、そう、感想待ってます。感想ツイッターでも755でもいいんで、あのゆりなちゃんのここの演技が良かったですって言ってくださいね。それじゃあバイバイ、おやすみなさーい。